レッドゼッペリンライブの歴史。1969年4月25日、サンフランシスコのウィンターランドボールルームというコンサートホールでの演奏でございます。このクラブもコンサートプロモーターのビル・グラハム、フィルモアウエストとかフィルモアイーストなどを所有しております。ビル・グラハムの所有物件と、言われております。この日の音源はそこで録音されたのではないかと、言われている音源でございますね。All of you.